伊康氏は五冠末期の人物。字は元将。本願は司令系長員と両権。父は伊田氏。弟は伊丹三国式氏、純育伝中などに記録がある。曹操軍の純育の推挙を受けて世に出た人材の一人であるという。こ友は伊康氏、伊丹兄弟と会った時の印象を手紙で父の伊タ氏に伝えていた。それによると、 イアス氏のことを、そこ知れぬ才能が輝き渡り、度量を大きく、意志強く、世に優れた人材と称し、また兄弟合わせて、ドブ貝から取れた二つの真珠と称えたという。父が、領衆僕から召されて太し僕になると、変わって、領衆志士となった。妖岡を別賀に取り立て帳用紙、後に、妖岡が、中央に召された時も、異流した上で三軍として、自らを補佐させた。 別賀には、円圧氏を任命し、上県令の職務も代行させている。二百十一年、同官の戦いにおいて、早々に大敗した馬長は、上に逃亡して、円圧氏を追放、次第に勢力を巻き返した。二百十二年には、ほとんどの県が馬長に交往するようになった。伊ア氏は唯一離反しなかった、機上に、8日や軍隊主たちと共に立てこもったが、やがて、 馬長の大軍に包囲された。円圧氏を城外に出し、長安の過去をに援軍を求めさせようとしたが、円圧氏が馬長の捕虜となり、殺害されてしまった。その後、包囲が8ヶ月にも及び、曹操軍の援軍も来なかったため、翌213年、ついに、イヤ氏は、8日の反対を押し切り、馬長に和気を恋城門を開き降伏した。しかし馬長は、 援軍として来ていた、長路軍の陽光に、イアス氏と軍隊士たちを殺害させてしまった。ありがとうございます。